あの福岡初出店ってよ、こうブランチ博多店、ほらいろんなんがあるじゃん。多分ね好きそうなのがあるに違いない。ここでランチをいただきたいと思います。それではいただきましょうか。私のは、定番のこれロコモコですかね。ロコモコライスボール。そして白井さんのが、フライドマヒマヒライスボールですね。うん。スープもついてます。スープいただきまーす。うん、美味しい。多分ね女性が好きそうな雰囲気のお店で、7月にオープンしたばっかりなんでとっても綺麗ですね。このあのブランチ、あのパピオンガーデン、結構いろんなお店が入ってて、で駐車場も広いからね、なかなかおすすめです。うん、綺麗になったもんね。うん、さあではいただきましょうか。見た目が綺麗。うん、ここねお子様連れとかでも人気かもね。もあのパンケーキがめちゃくちゃ美味しそうでした。うん、飾って綺麗。うん、うん、美味しい。やっぱ見た目も大事よね、色合いとかインスタ映えとかそういうの大事です。うん、やっぱハワイをテーマにしたようなお店はいいね。女性は好きよ、ね。うん、そうです、流行りです。じゃーん。私ね、ゆで卵の卵は好かんちゃけど、この卵はいけるっちゃ。こうやってかけるの。これはいける。ゆで卵はね、パサパサするけど好かんたい。喉に使えるとかね。そうたん。うん。うん。美味しい。ちょうどいい量やね。うん、これぐらいで、あとおやつにお店の名前でもある魔法のパンケーキをいただきたいと思います。じゃあいただきましょうか。魔法のパンケーキ、噂の。いくよ。おいしそう。いただきます。このまず生クリーム。生クリームで決まるよね。あの生クリームまずいともあるよね。結構いろいろ食べてきとけ。あ、おいしい。そう、おいしい。ちょっと食べて。めっちゃ美味しい。もう美味しい。うん、なんか口に入れたらもうね溶けていく。生クリームが柔らかくて、ほら安くてまずいとこって硬いじゃんクリームがね。うん、あ、パンケーキもなんかふかふかよこれ。これにこれとシロップをつけて食べれば美味しいはず。うん、やば、美味しいねこれ。めちゃくちゃ美味しい。こんな風にね美味しくね家でやっても焼けんじゃんね。お好み焼きになるってね。ふかふかやんこれ。どうやったら焦げん焼けるっちゃろうね。うん、ここはね来た方がいいよ本当に。駐車場もあるしね、食後のデザートにぜひこれ食べてください。種類はね他にもあったけど、なんかこれがお店の名前とね同じパンケーキだから多分これ売りなんだよ。うん、とにかくねあのパンケーキがやばやば。これはヤングでも
じいさんでもね食べれるね年齢問わずいただけますよ。うん、あのそんなそこまで甘ったるくないよ、うん、これちょうどブラックコーヒーとか飲んだらいいぐらいだね。まあやけど子供が喜ぶそうなんだよね、うん、お子さんとか、あのヤング世代は絶対にね多分ね喜ぶここはね、うん。さあそして今日はこのイーズ・オフ福岡で遊びますよ。雨の日にぴったり。すごいこれゲームなんですけど、体感型の。とりあえず今回は30分遊び放題ね、大人23歳以上1000円っていうので、ちょっと30分あの遊んでみます。こんな感じでいろんなゲームがあります。では今からちょっといろいろやっていきますよ。空いてるとこじゃないか。このパスを画面にやるとゲームができるんですよ。とりあえずね、空いてるところ行きましょうか。結構人気なところはね並んでますから。結構運動になります。ハードです。
うん。